たりどうもプロタンで、はい、どうもプロタンです。いや、もうということで今日はちょっとね、料理作るのがだるい時ってあるじゃないですか。なので今日はちょっと久々に数年ぶりにセブン行ったら、なんと冷凍食品がめちゃめちゃ豊富なんですね。今の冷凍食品、目が合っちゃってすみません。冷凍食品、まず一つ目、クラシックビスケットドーナツ。めちゃめちゃ美味しそうですね、このパッケージが。焼き餃子ということで、ね、これ見て、タレはつけておりません。なんでもうパッケージの3分の1タレなのについてないと。これは俺みたいだ。金の鮭ハラミ、豚の生姜焼きにチキン南蛮、384kcalですから、116,384kcalなわけがないと。お好み焼き、もう何でもかんでも国産って書きゃいいと思いやがってね。国産キャベツと山芋の海鮮お好み焼きということで、はい、イカアレルギーだから食えないです。このバラエティに富んだ冷凍食品と米3合で今日朝ごはん迎えるぞということで食べていきたいと思います。楽しみはい、じゃあまずこちらからちょっと開けてね、電子レンジ温めていきたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう、油乗ってるから、もうこれだけでも買いたくなったもんね。じゃあちょっと開けていきたいと思います。はい、おい、池袋西口の1万円ソープか、お前これ。全然パネルと違うやないかい、これ。でもまあ油乗ってて、そうでね、美味しそうです。これもタレがめちゃめちゃ、もう白米と食べ合わせてって言ってるもんね、心の声が。じゃあこれもね、ちょっと開封して、え、全然違う。マッチングアプリの横に3枚目ぐらいスワイプした写真か、お前これ。あ、これ3枚目。あれね、角度違うと全然1枚目と違うぞぐらいの。あ、でもまあね、まあ、これから温めてどうなるかって感じなんで、まあちょっとね、期待大ということで。はい、じゃあ、片っ端から温めていきたいと思います。うわ、ちょっと待って。めちゃめちゃいい香りが。してくる。うわ、めちゃめちゃいい香り。うわ、これが冷凍食品のクオリティかい。この鰹節を、見てこれ、うまそうなんだけど。うまそう。ミートパイめちゃめちゃうまそうだよ。開けますよ。わちゃ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 。うわ、うまそう。ミート、あっ、あっ、あっ、ベロリン。いただきますってことね。これ全部冷凍食品だからね。うわ、うまそう。じゃあちょっとまずご飯からさ、ほかほかのご飯から。うまっ。おかゆみたいにうまっ。生姜焼きいっちゃおうかな。冷凍食品の生姜焼き、うん、まっ。全然自分で作れるんだ。うん、うまっ。うん、まあ、生姜焼き久々に食べたけど美味しい。味付けが濃いな。あ、鶏がまたうまいんだこれ。そんな、すごい油っぽくない。
うん、大人さんの餃子いっちゃおうかな。いいよね、冷凍食品って。こんな簡単にいろんな、あの、和洋中の飯を食えるんだもん。もちもち。人工的な皮だから、すんげえもちもちしてる。自然なもちもちよりも、もっともちも作られた感じ。可愛いは作れるっていう。うん。頑張ったんだろうな、これ。うまい。彼氏巻いちゃうか、彼氏を。彼氏という名の生姜焼きを巻いて。いただきます。うまい。マジで米と合うな。うん。で、こちら。湯船みたいな。すんごい。うん。いや、これに、餃子入れちゃうかも、いきなりね。こうやって。は。一人っ子の末路、夏のプール。これやばっ。うまっ。なにこれ、結構ザクザクのクッキー生地になんかチーズっぽい、でも味がチーズとビーフカレー入れてるみたいな感じ。お好み焼きとご飯ってなんかすごい合うよね。俺小学校の時すげえ食ってたな、お好み焼きとご飯で。うん、うまっ。米、そういうことなんだよな。すき焼きとかだったらさ、すきが焼きになるけど、お好み焼きってお好みで焼くっていうことだから、焼肉とかだったら肉を焼くってことだけど、お好み焼きって何を焼くって、自分の楽しいを焼くってことだよね。なんだよ、うまん、なんだから。お好み焼きうまい、久々に食べたら。で、お好み焼きにチキン南蛮、お好み南蛮、南蛮お好み、南蛮お好み、危ないお店みたいな、タイの危ないお店みたいな、南蛮お好みいただきたいと思います。いや、最悪。うん、これね、お好み焼きマジ効いた。じゃあ最後ちょっとハラミ食べてみたいと思います。うわ、すっげえオレンジ。あ、おいしいわ。うん、甘い感じで砂糖につけてあんのかな、これ1時間ぐらい。おいしい。うん、ちょっとこれはね、蓋で食えないし、ちょっとこれは最高。めちゃめちゃ便利、冷凍食品。びっくりだ、これで全部うまい。お店よりも美味しかったです。はい、ちょっとすみません、お店よりかわかんない。ということで、プロターンズポイント。